まあ、住んでいただいてですね、これまでのお家とはいろいろ違う体験をされていると思うんですが、まず率直にお家の例えば涼しさだとか、今は夏でとても暑いと思うんですけれども、家の涼しさっていうのはどうですか、体感されて。そうですね、特に暑いって感じることもなく、私の方が先に帰ってくるんですけど、はい、まあ、外が暑い、お家に入って玄関入ると、うん、まあ、涼しいとは思いますね、やっぱり。そうですね、で床の枕でしたよね、はい、使ってるのが。なので、うん、肌心地がいいっていうか、うん、ベタベタしない涼しさを感じてます、うん、ありがとうございます。またうちも自宅の頃からいろいろお話しさせていただいて、一から作っていったんですが、セグスカ使ってみて間取りですとか、そういったのを使いやすさとかどうですか。キッチンに関しては、はい、とても使いやすいです。広く、やっぱり収納も多いですから、うん、全て何個も歩かず手が届く範囲にあるので、うん、使いやすいです。 ありがとうございます。あとすごくやはり外観がかっこいいじゃないですか、ガイバリーミングで交換で。お友達とかに結構言われたりしますか。かなりいいよね。もうみんなかっこいいお家建ってっていう感じで、いつでも遊びにおいで、うん、もう友達、空の、子供の友達も来れば、はい、大きいねって見上げる感じ。私の友達が二度見に来ても、かっこいいねっていう声が多いですね。ありがとうございます。あと最後に全体的な家の仕様ですとか、まあ、外観ですとか含めてご満足度はどうですか。 100% それ以上かもしれないので、ね、分かりました、ありがとうございます。あと監督の斎藤の方の対応はどうでした。とても優しくすぐにいろいろ答えてくれて助かりました。分かりました。